イーメアリはフランスの自動車メーカーシトロエンが2016年から製造・販売するカブリオレ型でオフロードコンパクト SUV の電気自動車である。シトロエンがかつて1968年から1988年まで製造・販売していたオフロードカーのメアリの EV 版として復活させた。2015年のフランクフルトモーターショーで公開されたコンセプトカーの C4 カクタス M をベースとする。2015年12月7日、当時フランスのパリで開催中であった気候変動抑制に関する国際会議である COP21 でのエコドライビングの一環として、同市内に所在する PSA 本社にて世界初公開した。シトロエンのサブブランドであった DS オートモビルズが同年に高級車ブランドとして分離独立し、 分離ごまもないシトロエンにとって残されたシトロエンのブランドに大胆性と先進性の両面のイメージを与えるという大きな期待をされ2016年春に発売した。設計者はピエール・オーティエで生産は PSA のレンヌ工場で行う。ボロレ社が開発したリチウム金属ポリマー電池によって最高出力 68PS の電気モーターを駆動し最高速度は 時速 110km で、航続距離はアーバンモードの場合で 200km となる。停止状態から時速 50km までの加速時間は6.4秒である。オリジナルのメアリ同様、ボディは熱成形プラスチックが採用されており、キャビン内も水で丸洗いすることができる。ボロレブルーサマーを兄弟車とする。ルーフは脱着式となっている。 2万5000ユーロのバッテリー抜き車両価格に加え、月額79ユーロのバッテリーパックをレンタルして利用する販売形態をとっている。2018年1月8日に初のマイナーチェンジを行う。モーターのトルクをお,およそ2割引き上げて、大トルク 16.9kgm とした。最高速も 110km となる。1回の充電での航続が、 最大1 9 5トルに延長。充電は家庭用のソケットでおよそ10時間半とした。改良新型 E メアリでは内外装も変更。インテリアはシートやダッシュボードが新デザイン。ルーフにはハードトップがオプションで装着可能になっている。ありがとうございます。